皆様こんにちは。今回の動画は購入品紹介と草花メンテナンスです。カインズでお花を2つ買ってきました。アルテルナンテラです。品種はアルテミスです。お花は淡い紫色です。先日もアルテルナンテラを買ったばかりですが、育てやすくて長く楽しめるので気に入っています。いろいろ集めてお気に入りの品種を見つけようと思っています。暑さに非常に強く露地栽培に向いています。月に一度一株に化成肥料を 30g 程度与え続けると良いです。冬の間は無肥料で大丈夫です。春は新芽が吹いてから追肥をするようにします。10植えより8植えの方が花が咲きやすいですとあります。株元はかなり木質化しています。花びらが散らないのがありがたいです。雨ざらしでも傷みが気にならないのも助かります。夏でもちょっとしたお花を楽しみたい、でも手間はかけたくないというニーズにはぴったりだと思います。斑入りのドクダミです。神の虫の館と書いて神中館と読むみたいです。英文字はフォーチュニアコダータと読み、ドクダミのことだそうです。カラフルな葉っぱに惹かれて買いました。ドクダミといえば厄介な雑草として有名ですよね。私もご多分に漏れず敷地の裏側にしつこく生えるドクダミには悩まされています。ですので買うのはちょっと迷いましたが、鉢植えにすれば大丈夫かなと思い買ってきました。地面に降りないように気をつけながら育てようと思います。ハイポネックスのタフネスです。高温多湿、日照不足の梅雨時に良さそうだったので買ってみました。こちらはバイオスティミュラント資材とのことです。おそらくストレスブロックという名前で売られているものと似たような感じだと思います。以下はハイポネックスのサイトからの引用です。バイオスティミュラントは直訳すると生物刺激剤。植物が受ける非生物的ストレス、高温、低温、乾燥、多湿、日照不足など耐性を向上させ、植物が本来持っている抵抗力や免疫力などを引き出す新分野の資材ですとのことです。葉っぱの色艶を良くしたり、お花の数が増えたりする効果があるようです。土壌改良の効果もあるとのことです。難しいことはよく分かりませんが、とりあえず使ってみようと思います。ローダンセマムの夏越し率が上がったり、ペチュニアの花つきがこれまでよりも良くなったりしたら継続して使ってみようかなと思っています。使い方は水で1000倍に薄めて与えます。頻度は週に1回です。購入品の紹介は以上です。ここからは草花メンテナンスです。ガーデンマムのジジです。昨年の7月に買った株です。買った時とは打って変わって背が高い状態で咲いています。菊は刺し目で育てるというのは知識としては知っていましたが、実践はできず親株のまま咲かせてしまいました。買った時は淡いピンクで、その花色が気に入って買ったのですが、今は紫に近い濃いピンクで咲いています。ラベルにはダークピンクとあるので、こちらが本来の花色なのかもしれません。菊は秋に咲かせたいので思い切ってリセットすることにしました。地表すれすれまで切り戻しました。セオリーとはかけ離れた育て方かと思いますが、とりあえずやってみます。ヒューケラのキャラメルです。以前
前は4号鉢で小さく育てていましたが、10号鉢に植え替えて大きくなりました。やはりキャラメルは大きく育ててこそ魅力が発揮できる品種だと実感します。この灰色、他の植物ではなかなか見かけない本当に魅力的な色だと思います。葉っぱをめくると枯れた葉っぱがあります。枯れ葉を取って花茎もカットしました。色が悪くなった葉っぱは日よけの意味で残してあります。取ってしまうとこれまで影になっていた部分に日が当たり葉焼けしてしまいます。株元の枯れ枝はこれまではなるべく取るようにしていましたが、今回は無理なく取れるものだけを取っています。全部をきれいにしようとして茎を傷つけてしまったりしていたので、あまり神経質になって取るのはやめることにしました。この後はなるべく日陰になる場所を探してそこで管理します。アッツ桜の仲間です。ロドキスというそうです。今年の5月に買った株です。買った時から今まで絶え間なく咲いてくれています。手間がかからずとても育てやすいです。ピンクと白の2色を1鉢に植えています。普段は水やりだけで花柄摘みもしていません。花柄は茶色くカリカリになって残ります。人それぞれだとは思いますが、花びらが自然に散って下に落ちるよりは、私はこのように残ってくれる方が掃除が楽で負担が少ないです。一旦お花を全部取りました。ロドキスは四季咲きなので、この後またお花が上がってくるかと思いますが、どのぐらいの期間で次のお花が上がってくるのか興味があり、リセットしてみました。ちなみに花茎は手で引っ張ればきれいに抜けます。ハサミいらずで助かります。ニゲラです。開花株を買ったものですが、すっかりお花は終わっています。来シーズン用に種を取ります。たくさん取れました。9月か10月にまく予定です。